ナンンンバーアンダーーアダライデビュー1周年記念最新ビジュアルが話題沸騰血液型でひもとく3人の個性と魅力大型平野賞×大型神宮寺優太 ×A 型ガン裕太血液型で探るナンバーアンダーライン愛の個性と魅力ナンバーアンダーライン愛がデビューしてから1年がたちこの記念すべき瞬間に合わせて公開された最新ビジュアルがファンや SNS で大きな反響を呼んでいます 3人のメンバーそれぞれが持つカリスマ的な魅力に加え、彼らの血液型が今回の話題の中心に据えられ、まるで彼らの個性をさらに際立たせる重要な要素として注目を集めています。ファンたちは、やばい、3人ともかっこいい、と興奮し、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛というハッシュタグが瞬く間にトレンド入りしました。まず、メンバーの1人である平野翔は、 1997年1月29日生まれで血液型は O 型です。O 型の人々は一般的にリーダーシップを発揮しやすく、エネルギッシュで人々を引きつける力があると言われています。平野もその例に漏れず、彼の美しい外見とともに、その情熱的で活力に満ちたパフォーマンスは、幅広い年齢層のファンを魅了しています。さらに、彼の落ち着いた低音の歌声は、 特に感情を込めたバラードでその進化を発揮し、視聴者を感動させます。彼はまた俳優としても成功を収めており、彼の演技力は高く評価されています。このような多彩な面が、彼をただのアイドルに留めず、さらに大きな舞台で輝かせているのです。次に、同じく1997年生まれの神宮寺優太は、10月30日生まれで平野と同じ大型です。神宮寺も、 大型特有の開放的で社交的な性格を持ち、常に周囲の人々を気遣う優しさが魅力の一つです。彼の柔らかい物腰と包容力は、ファンだけでなく、共演者やスタッフからも好感を持たれています。また、彼のダンススキルは業界内でも評価が高く、音楽と一体化したかのような動きは、まさにアートそのものです。歌唱力も非常に高く。 特にアップテンポな楽曲では彼の爽やかさとエネルギッシュな面が強く現れ、ステージ上での存在感を一層引き立てています。一方で、1995年9月29日生まれの岸優太は A 型です。大型の2人とは異なり、A 型の彼は真面目で几帳面な性格を持っており、その点がまたグループ内でのバランスを取る要素となっています。A 型の人々は一般的に計画性があり、 細かいところまで気を配ることが得意とされていますが、騎士もその例外ではありません。彼の丁寧で繊細な性格は、ステージでのパフォーマンスやインタビューでもよく表れており、常に完璧を追求する姿勢がかきまみえます。それでも、彼はその真褒めさだけではなく、年齢を感じさせないほどの可愛らしさとユーモアのセンスを持ち合わせており、これがファンにとっては大きな魅力となっています。彼の笑顔や、 時折見せる無邪気な一面は、ファンだけでなく、メンバーからも愛されている理由の一つです。血液型に基づく性格判断は、日本では特に根強く信じられているものの一つであり、ファンたちも彼らの血液型に注目するのは当然かもしれません。大型の平野と神宮寺が持つリーダーシップと親しみやすさ、そして A 型の騎士が持つ誠実さと繊細さは、彼らそれぞれの個性を強く反映しています。そして、 この多様な個性が一つのグループとして融合することで、ナンバーアンダーライン愛はその独自性を際立たせているのです。デビューから1年が経ち、彼らのビジュアルもますます大人っぽくシックになってきました。この進化は、彼らがただ単にアイドルとしての枠にとどまらず、常に自己を更新し続ける存在であることを象徴しています。特にこの最新のビジュアルでは、彼らの成熟した魅力が一段と引き立ち、 止ままることをを知らなないいビジュアル的な成長を見せつけていますファンの一人が2年目に向かってますますシックで大人っぽさが増したねとコメントしているように彼らの進化は目覚ましいものがあります。また血液型による性格の違いが彼らのグループ内でのダイナミクスにどのような影響を与えているのかについても考察する価値があります。リーダーシップを発揮する大型の平野と神宮寺がグループの方向性を決定づける一方で、 A 型の機士はその方向性に対して細部にまで木を配り実行に移す役割を果たしているように見えます。このバランスの良さがナンバーアンダーライン愛の強みの一つであり彼らが一つのユニットとして各自の役割を果たしながらも全体としての調和を保っているのです。さらに彼らのパフォーマンスにおいてもこの血液型の特徴が見事に表れているように感じられます。 エネルギッシュで感情豊かな平野の歌声、柔らかで繊細な神宮寺のダンス、そして緻密で計算された騎士のパフォーマンスが組み合わさることで、ステージ上での彼らの存在感は圧倒的です。それぞれが異なる強みを持ち、それを生かしてグループ全体をより強固なものにしているのです。このように、ナンバーアンダーライン愛はその音楽やパフォーマンスだけでなく、メンバーの個性や背景。 さらには血液型という側面からも多くの魅力を持つグループです。ファンにとって、彼らの成長を追いかけることは、まるで自分自身の成長を見つめるかのような喜びを感じさせます。2年目に突入し、彼らがこれからどのような進化を遂げていくのか、さらに期待が高まるばかりです。最新のビジュアルで見せた彼らのさらなる成長は、今後の活動への期待を膨らませるものであり、 ファンとしても彼らの次なる一歩を見逃すことはできません。そして、彼らがこれからどのような新しい面を見せてくれるのか、グループとしての成長だけでなく、個々のメンバーの個性がどのように発展していくのかにも目が離せません。彼らの1周年を迎えた今回のビジュアル更新は、まさにこれからのナンバーアンダーライン愛の可能性を示唆するものです。ファンにとってこのビジュアルはただの視覚的な楽しみだけではなく、 彼らが一層成長し、新たな段階に進む予兆のようにも感じられます。特に彼らの血液型が今回注目されたことで、ファンの間では、血液型と性格の関係が改めて話題に上がり、平野翔神宮寺雄太、岸雄太がそれぞれ持つ個性がどのようにグループに影響を与えているのかという点に興味が集まっています。大型の平野と神宮寺のパーソナリティーが彼らの人気の根源にあるのは明らかです。 平野の情熱的で親しみやすいキャラクターは、ファンにとって頼れるリーダーのような存在感を持っています。一方、神宮寺の穏やかな性格と優しさは、グループ全体に温かみをもたらし、ステージの外でも彼の持つ包容力が、メンバー間の絆を深める役割を果たしています。これらの特質は、大型の典型的な特性と見事に一致し、彼らが共にリードしながらグループを前進させていることが理解できます。 一方で、A 型の岸優太は、グループ内で独自の役割を担っています。大型の2人とは異なり、彼の几帳面で真面目な性格は、グループ全体の安定感を支えています。ステージでのパフォーマンスに対しても、岸は細部にまでこだわり、完璧なショーを作り上げるために絶えず努力を惜しまない姿勢が目立ちます。このように、岸の存在はまるでグループの、 心臓部ともいえる重要な役割を果たしており、彼の計画的なアプローチが、グループ全体の成長を確実なものにしているのです。ファンの間では、血液型が正確に与える影響を考察することは古くからの娯楽の一つですが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーの例を見ると、その関係性は単なる偶然以上のものかもしれません。血液型が人間関係やチームワークにどのように影響を与えるのか。 そそしてそれがエンターテインメント業界においてどのような役割を果たしているのかという点は、今後の研究や議論の余地がありそうです。特に日本では、血液型に対する信念が根強く、日常会話でもよく話題に上がるため、このような議論がファンの間で広がるのも不思議ではありません。2年目に突入したナンバーアンダーライン愛は、ますますその実力と魅力を高めています。 デビュー当初は若々しいエネルギーとキラキラとしたビジュアルが注目されていましたが、今では成熟した大人っぽい魅力が加わり、彼らの音楽性やパフォーマンスにも深みが増しているのが感じられます。最新のビジュアルが示す通り、彼らはまだまだ成長の途上にあり、そのポテンシャルは無限大です。特に、彼らの音楽やダンスに対する真摯な姿勢は、ファンだけでなく業界のプロフェッショナルからも高く評価されています。 平野翔の魅力的な低音ボイスと感情豊かな歌唱は、楽曲に深い感動をもたらし、神宮寺雄太のダンスは見るものを引き込み、岸優太の細やかな表現力はパフォーマンス全体を一段と完成度の高いものにしています。彼ら3人がそれぞれの強みを発揮しながらも、グループとしての一体感を持っていることが、ナンバーアンダーライン愛が他のグループと一線を画す理由の一つです。この1年、 彼らは数々の挑戦を乗り越えてきました。新曲のリリース、ライブパフォーマンス、メディア出演、そして個々のメンバーのソロ活動など、多岐にわたる活動が行われ、その全てが彼らの成長を促してきました。特に、ソロ活動を通じてメンバー一人一人が独自の個性を磨き、それがグループ全体の進化にもつながっています。ファンとしては、こうした彼らの努力を目の当たりにすることで、 より一層彼らを応援したいという気持ちが強まるのではないでしょうか。